皆さんこんにちは。キバンインターナショナル中村織夫です。e ラーニングマネージャー 4U を使って e ラーニングを行うための最初のステップ3つ目、コースの割り当てです。これまでユーザーとコースを登録をいたしました。しかしこれだけですとまだ e ラーニングを始めることができません。これからの設定は誰がどのコース、どの教材を勉強することができるか、その紐付けを行うための設定です。この設定を行うためには、管理者画面からコース割り当ての機能を利用します。ここの部分にありますね。コース割り当ての機能です。コース割り当てをクリックしますと、コースの一覧が表示されます。ここで、割り当てをしたいコースを選択します。先ほど登録した、教材作成のコツを選択してみましょう。そうするとこのようにですね、ユーザーの一覧が出ますので、ここで受講させたいユーザーをクリックをしていきます。この時、ちょっと画面分かりづらいかもしれませんが、チェックができないユーザーがいます。このユーザーはですね、ユーザー登録の際に全コース割り当て、つまり全てのコースを見ることができるという設定で、もともとユーザー登録されています。なので、全てのコースを見ることができるので、もう自動的に見る設定がされているので、チェックできないという形になっています。このようにコースの割り当てが終了すると e ラーニングを始めなければいけない3つのステップ全て終了いたしました。実際にユーザー用の画面で見てみましょう。ではログインしています。登録したユーザーで教材作成のコツ、先ほど登録した教材が学習できるようになっています。このようにすごく簡単なステップで e ラーニングを行うための環境を整えることができる。これが e ラーニングマネージャー 4U の特徴の一つです。